信しました。こんばんは。皆さん、公演来てくださった方とか見てくれてた方いるかな。え、んちょう、そう、今日、しかももう日付変わっちゃうんですけど、本日3月4日で、HKT48 とチーム H 12周年です。おめでとうございます。そうなんです。なので、はい、ちょっとおめでたいことなのでイチゴを買ってきました。てか昨日買ってたんだけど昨日買ってて、冷蔵庫、あの劇場の冷蔵庫に入れてて、でも今日めっちゃ結構忙しくて、そのユニットの練習とかずっとしてたら忙しくて食べる暇なくて、結局持って帰ってきました。イチゴ、アマオ、アマオイチゴ持って帰ってきましたよ。こんばんは。ねえ、12周年、そう、3月4日がチーム H 結成日なので。そうなんです。私はチーム H の結成を知ったのはあれでした、あのなんだっけ、ブログかなで知って、そうそう。なので本当はね、今日からねアメブロを開通したかったんですよ、本来ならば。実はここだけの話、そうなんですよ、あのアメーバブログをそろそろ開設しようと思ってて、本当になんですけど、開設するにあたって、そのなんかさ、プロフィールとかさ、なんかこうタイトルとかがいるじゃないですか。でそれを作ったりとかするのにちょっと時間を要するので、開設も含めて。なので一旦ちょっと一旦ちょっとコンサート終わってからなんですけど、はい、そうなんですよ。アメブロ、あ、そう、ブログ始めますって言ったの、アメブロですね。あと YouTube も始めるんですけど、なんかあれ、 YouTube の方が早く始めれるみたいな感じがあってそうなんです。そう、編み込みでした。今日はカチューシャヘア、ここからこうやって編み込まれてる、すごいよねメイクさん。そう、ブログをね、本当はね始める、今日から始めたかったんですけど、ちょっといろいろなんかあのバタついてまして、そうなんです、ダメでした。タイトルまだ決まってないです。どうしようかな、うん、この間思いついたのに忘れちゃった。そう、なんか本当はブログを開設してから、そっから YouTube 開設したかったんだけど、ブログの方が開設ちょっとなんか担当者の方とやり取りしないといけないからってなると、 YouTube の方が自分で多分パッと始められるから、 YouTube の方が先かもしれないです。うん、何？あ、そうです、事務所で始めるので、はい、許可出てるの。あ、そう、前から事務所の人と喋ってて、そうなんですよ。てかもともとブログはもう数年前から始めたかったんですけど、ちょっと移籍する前だったりして、なんかちょっとなんか新しい SNS を始めるみたいなのはちょっと敷居が高い時代だったのでそうなのよ。なんかね、なかなかさ、なんかツイッターとかインスタとかもあんまりね、そうなんですよ、いろいろ SNS あって大変じゃない。そうなんですけど、いろいろやってみて、なんか全部更新するわけじゃなく、なんか最終的には絞りたいなと思ってます。なんか既存の SNS も全部を一生するわけじゃないから、なんか今一番向いてるのどれかなって探れればいいのかなって思ってます。そうなんですよ。私としてはなんかどちらかといえば、なんかこうなんか発信するっていうよりかは、何かを作ったりとか何かを書いたりとかする方が私は好きなので、そうなんですよそう、なんかショールームとかもさ、多分卒業さ、その卒業後はみたいなコメントしてくださってたけど、なんかそのいずれ、なんか数年後とかいつか分かんないですけど、そう、アスレッツも様子見でやってます。はい、なんかちょっとツイッターの仕様とかもいろいろ変わってて、なんかおすすめ表示とかもされるし、なんか、うん、7号も最近私は更新できてないしってなると、なんだろう、やっぱ昔は Google プラスがあったじゃないですか。そうなんですよ
でさ、いろいろ解説するからなんか卒業するのとか言われると思うんですけど、別にそういうわけでもなく、はい、残念ながら。そうなんですよね、そういうわけでもなくなんですけど、ただ単にやっぱ春だからさ、新生活とかあるじゃないですか。それです、それ、その勢いで。そうそうなんですよね。そう、 Google プラスがあった時はもう毎日1回か2回は投稿してて、結構それでそれを読んでファンになったよって言ってくださる方も私の場合は多かったので、文章を読んでなんかすごい握手会来ましたって方が私は多かった。あとは公園で見てなんか握手会来ましたって方も多かったけど、同じぐらいなんか Google プラスを見てあの握手会来てみましたみたいな方が結構ぐるぐるぐるお腹なっちゃう、そうって方が多かったので、なんかそういう意味ではなんか今既存の SNS の中で長文を書くっていうツール、そのモバイルメール以外で長文を書くツールがないなって思ったので、そうだからね、ブログを始めたいって思ったのは北海道の全悪してた時だから、何年前だろう、あれ4年前とかもっと前、なんか全悪でさ、北海道に何人かでライブで行かせてもらった時ぐらいに、その時に一回ブログしたいですって言ってたのよ昔。でも全然事務所とか所属する前だった、全然確かまだなんですけど、そうなんですよ、 SNS はだって将来さどうなってるかなんて分かんないから、そうだからいろんなものに挑戦したいなって思う気持ちです。でもなんか YouTube はなんかなんだろうな、もう本当にただ趣味の延長線でやりたいだけなので、なんかはい、皆さんがなんかコンテンツとして楽しんでいただければいいなっていう感じです。そうなんですよ、やっぱ自分ですることになるのでちょっと手作り感満載だと思うんですけど、それでも見ていただけるなら、うん、結構企画とか考えるのは好きだから、そうなので、あとは撮影するセンスがあるかとか、そういうなんだろうな、なんか私試しに撮ったんですよ、なんか動画普段から回す癖つけようと思って撮ってたら、絶対その価格じゃないよみたいな、その結構その動画とか詳しい友達が言ってくれて、そうそうなんですよ、まあ、確かにそうだなって、あの撮り終わってやっと思いました。だから今練習中です、うん、練習中です。だけどなんか何個かさ、やっぱストックしてから解説したいなって気持ちがあるので、まあ春先に始めたいなって思ってます。はい、編集ね、編集とかね、パソコンとかね欲しいです、だからそうノートパソコンあるんだけど、そうなんですよ、ブログは私はあの乃木坂さんのとかさ、あのブログとかも未だに読んでて、あのキュートさんのブログとかもずっと読んでて、そう加入してからも、なのでそうだからブログはもうずっと何年も何年も始めたいってずっと思ってきて、やっとって感じです。うん、もう何年もブログやりたくてここまで来ました。なんか昔さ、なんだっけ、 AKB のメンバーさんのブログも読んでて、 HKT 入る前に、でいろんなメンバーさんのブログ読んでた、そうだし乃木坂ちゃんのブログ読みやすい、本当にめっちゃなんかさ、やっぱ文章と文章の間に写真を載せれるのが私は好きで、ブログの何が好きかというと、だからさ、なんかなんていうの、インスタグラムとかこうスライドじゃないですか、でスレッズもスライドだし、ツイッターもスライドなんだけど、ブログだったらこう文章があって写真をポンってやって、その下になんかまた文章があって写真があってっていうのが私は好きなんですよ。そうだからやりたいなっていう、なんか別に文章は長文書くっていうのに限らず、なんか写真がすごいあるのでフォルダーに、そう考えると写真の生かし方がそうなるのかなと思ってて、そうなんかさ、この写真はみたいな説明しやすいしって思うと、ブログ解説したいなってずっと思ってたので、ちょっともうちょっとかかるんですけど、そうなのよ、まめで中間に写真入れるブログみたいな構成、あ、私もやってます最近はちょっと長い文章、ちょっともうちょっともういろいろ覚えることがたくさんありまして、まめが全然遅れてなかったんですけど、
昔からやってます、それは。一応1万通ぐらい送ったことあるので、はい、昔から。そうなんですよ、はい、そうなんですよね。そうだから、ちょっとコンサートが9日にあるんですけど、とりあえず今日ユニット、その目撃者公演のユニット今日をもって制覇したので、そうだし、あの金曜日がさ900回公演だったんだけど、金曜日に実は腕を組んでシンポジだったので、そう、もともと初日にする予定だったポジションにを金曜日にやったんですよ、腕を組んでのあのポジション。そうなので今日が6ポジ目かな、目撃者のユニットだったら。うん、なんですよね。そうなんかさ、あの腕を組んでの時とさ、あの炎上路線の時にさ、自己紹介で一番最初、その MC で一番最初のさ、皆さんから見て左側、一列目の左側の時にさ、めっちゃ昔のパーティーもここやったなってめっちゃ思ってました。あ、ここだったみたいな。1000回目指してますよね。そうなんかね、あの900回の時にさ、 MC でなんかじゃあ次は1000回みたいになった時に、なんかなんだっけ、なんかカウントみたいになるんですよね。いやなんか別にいいんですけど、なんかファンの方に教えてもらったの、お前なんかなんかファンの方のなんか数え方の基準がなんかいろいろあるみたいな聞いて、そう、えなんか別にそれは別にいいんですけど、私の数え方でその結局いいんですけど、なんかそれを知って、あ、そんなのあるんだみたいな、知らなかったから。なんかさ、あの盾みたいになるみたいなのをあきちゃんが言ってたんですけど、その1000回を迎えるためのそのカウントの仕方がなんかいろいろあるんだよね、確か。なんかでもその数え方で言うと、私はもう900何十何回言ってるらしくて。そうなの、なんかそこは分かんないんだよね、グループによって違う、メンバーによって違うの、それって HKT のメンバーどうなんだろう。そう、今なんか多分一番少ない数え方で900回らしくて、そう、どうなってるわかんないんですよね。別にそれでなんかあれとかじゃないですよ、私的には今日は901回目なので、はい、なんですけど、実際には何回出てるんだろう、そのみんなと同じ数え方だったら、 AKB 方式だと900は特に超えてる。あ、そうなんだ。え、 HKT はみんな同じ数え方ってことなんですか、じゃあ HKT のメンバー。何が違うやろ、 HKT の中では一緒なんだ。あ、そうなんだ、なんか全然そういう事情を知らなくて。じゃ AKB さんのメンバーさんと同じ数え方だったら901回目ってことか。なるほどね、特別公演をカウントしないとか、なんかファンの方にき、あのそう、なんか出張公演とかもカウントしないみたいなやつかな。確かに AKB さん出張公演自体がないもんね。私たちは出張公演結構な回数してますけど、させてもらってますけど、そうなのよ、まあそう。でもなんかあれですね、そう1000回みたいなのった時に、なんだっけ、あ、そう、今月はさ、あの目撃者の公演チーム H3 回しかないじゃないですか。だからそのあきちゃんと MC その900回迎えました、じゃあ1000回みたいになった時に、おおみたいになったんですけど、なんか私がパッて結構計算は結構あの数学得意なんで、あの 今月待って、1000回ってことは今月みたいに3回しか目撃者が講演できないと仮定すると、 3×12 で 36回だね、36回、ということは、あと何年かかるんでしょうと思った時に、だってさ絶対にさ何ヶ月も講演、もし寝れなんかなんかのなんかがあってとか、例えば舞台で出てなかった時もあったし、この間とか思ったら、目撃者だけじゃないですけど、ひまわりも出るけど、そうなんですよ、なんか絶対みたいな言えないじゃないですか。そう、私なんか私はあまりその何回とかに別に、何だろうな、こう一回一回をこう皆さんと重ねての900回なので、なんか別に目指すものじゃないのかなとも私は勝手に思ってるので、そう、もちろんなんかその気づいたらそこに到達してたら一番いいなと思うんですけど、そうですね、はい、難しいですね。なんか
そう、なんか1000回目指してとかいうコメント来て、さすがにあの9000回目指してっていうコメントをあのインスタグラムで見つけて、9000回ってことはだいたい11年ぐらいで900回ということは、百何歳までアイドルをするということは、ちょっとそれは絶対無理っていうかなって思ったんですけど、はい、その回数がそうなんですよ、回数もちろんそのやっぱりたくさん出たっていうのはすごいことだけど、私は回数ではないとも思うから、なんだろうな、どっちも大事っていうか、そうなんですよそう、あくまでも目の前の一回一回の公演を私は大切にしたいので、ちょっとさすがに9000回は絶対にないんですけど皆さんも9000回目入ってくれますかじゃあっていう話なんですけど、なんだろうな、うん、なんかさ、こうなんか前回までのカウントダウンみたいになるのもなんか私的にはなんか一回一回なので本当に、うん、だからそうですね、目の前の一回一回をとにかく大事にしていきたいなっていう気持ちです、これからも。そうなんですよはい、そう、お仕事とかでもしもね、なんかその出演できないとかいう時もあると思いますし、そういうメンバーもたくさんいたので、はい、うん、なんか何回出たから、もちろんいっぱい出ることがすごいっていうのはもう大前提として、だからといってなんかこう人と比べるものじゃないのかなって私は思うので、はい、なのでなんだろう、それぞれのメンバーのなんか何回とか記念日はお祝いして、私もただ今回は900回でお祝いしてもらったんですけど、別に900回だけが特別な公演でもないし、同じぐらい900回も901回目も2回目も別に同じぐらい平等に大切な公演なので、はいっていう気持ちを分かっていただければ嬉しいんですけど、まあ、分かってくださってるファンの人しかいないと思うけどそうなんですよね、はい、そうなんですよ、いつかここ点も出たいんですよ、めっちゃ思う。そう、形として残るのは確かに本当にすごいことだって、もうね、本当にもう歴史上の人物じゃないですか、それは本当に素晴らしいことですよ。でもなんかなんだろうな、なんかいろんなことで思うんですけど、なんか別になんかなんだろうな、その回数はもちろんそのもう揺るぎない事実じゃないですか、でも他にもいろんななんかやっぱさ、こういろんな数字とかがあるわけじゃないですか、私たちって。だけどなんかね、もうその数字だけでやっぱ評価する人にはなってほしくないので自分のファンの方にも自分もそうでいたいなと思うので、うん、ね、どうしてもそういうね、比べ結構ね、そういう世界じゃんって言われたらそうですけど、うんで急な真面目な話になっちゃったけど、そう、ここ点出たいんですよ。ここ点はジッパーだけ見たことがありますね。そうなの、てか R24 めっちゃしたいんだけど勝手に言ってる。え、 R24 って千秋楽知ってたっけ知ってたっけ、あれれれれ、ちょっと足がしびれてきました。なんか真面目な話すると良くないみたいですね。 R24 は千秋楽知ったっけねえ、またでもさ、6期生は出たことないもんね、だってね、やりたいです、またそう却下されるかもしれないけどやりたいですだって結構できるメンバーいるくない、はるかの卒業会が最後ね、そっか、その後にちょっとまたいろいろね、メンバーも、うん、折り面は2人かもしれんけど、初日のでもなんか追加メンバーもいるので、そうなんですよね。まいちゃんって出たことない公演あるの？ね、恋愛禁止条例ですかね。HKT の中で唯一出てないのがそれだけじゃないですか。他は出たくない、どうだろう。HKT の歴代の公演で出てない公演はそれだけじゃない？多分。って考えたら一番演目出てる？なんね。12、3、4演目出てると思う。だってパーティー、あ、待って、鉄な、パーティー、鉄な、あ、希望のつまみは出てないですね。それは普通に考えて出れないじゃないですか。はい、青春ガールズは1回だけ出ました。1回だけしたんですよ。私はゾウさんでした。
一夜限りの K4 の青春ガールズしたんですよ、周年で。あの時めっちゃ大変、めっちゃ大変だったそう、天神コアのさ上とかでさ、みんなでさ、なんか公演の鑑賞会みたいなしてたよね。恋愛禁止条例めっちゃ好きです。でも恋愛禁止条例の曲を12周年の公演で、あれです、あいな、あのマルキュー、マルキューとかあれ言いましたよ、あの苦い恋をした眠ってたの覚める、あ JK 眠り姫めっちゃやりたいんだよね。でも私がもう今一番個人的になんか HKT の公演で何かしていいよっていう、なんかそのさ、あのこの間のガラガラポンみたいな感じで HKT がやりたい、やる演目を好きなもの選んでいいですよって言われたら、今ね、今日の時点でずっと思ってるのはもう青春ガールズ、ったことある、あれですよ、あの間違えた、青春ガールじゃない、青春が息をする、だからなんなんだから、あれです、僕の太陽公演がもうめっちゃ好きになっちゃって、もともと好きなんだけど、あの AKB さんの劇場公演を12月に見に行かせていただいた機会があって、そうで、僕の太陽公演を何人だっけ、あれ8人か6 8人でやってて、それを見に行かせてもらったんですよ。そうで、見に行かせてもらって、そうたまたま12月にあれですね、あのゆきりんさんのソロコン名古屋に行った後に、その後あのお仕事で本当は関東に行く予定だったんですけど、その関東のお仕事がなくなったので、普通にお姉ちゃんのあのお家で、あのあれです、あのこれも転売のリモート稽古とかをしてたんですけど、その時のなんか隙間時間とかで、あの AKB さんの公演見に行けるやんってなって見に行きました。そうで、ゆきりんさんが初めて出るっていう、そう聞いてわーってなって、私が僕の太陽めっちゃ好きで、てか僕の太陽の私ほぼできるんですよ。だって竹内先輩でしょ、そうこれは初めてのリカワで、あの竹内先輩で出たんですよ、私のリカワじゃない、AKB 紅白だ、 AKB 第2回 AKB 紅白で竹内先輩やってたんですけど、竹内先輩とあとランランランは九州ツアーでやってたし、あと僕の太陽も武道館、 HKT の武道館で初めて覚えたし、あとはレイダウンとかはドームツアーで先輩がやってるの見てたし、何の曲、ひまわりも HKT のあのあれで出てて、海中でやってたし、そうそういっぱいあるの、やったことある曲めっちゃあるやんと思って、そうね、日暮らしの恋とかめっちゃ好きだし、あとてか普通にあの自分が HKT に入る前にパルルさんたちのさ、その世代の皆さんがされてたじゃないですか、僕の太陽、それをあのその映像を見たことがあって、多分 HKT も存在してない時だったんですけど、なんか多分まだ AKB の研究生時代だった時、9期さんとか10期さんが、そうそれこそのそうムネルンさんとかもいらっしゃった時なんですけど、そうチーム4、そう初代チーム4の、あそっか、あれ初代チーム4だからもう研究生じゃないのか、でもなんか初代チーム4の僕の太陽の時に普通に AKB さん好きだったから、そうだから単純に嬉しかったです。そうパルルさんとかがいつもポニーテールしてたイメージあるね、このじゃんけんで優勝する前のパルルさん、あ、23時57分です。わあ、もうそんな時間なんだ。皆さん見てくださってありがとうございました。急に締め出す。あの明日も目撃者公演なので頑張ります。見てください。この美味しそうなイチゴをちょっと洗って、お手も洗ってるんですけど、めっちゃね、もうハートだった。ハートじゃないめっちゃ。イチゴがハートなの。ハート。そう、これはあのいただき物なんですけど、ハート第一、なんか顔隠れるもん遠近法で
遠近法ですよ、別に。でかいんです。いちご狩り行きたい。ゴリゴリヘタがまだついてるんですけど、洗っただけです。洗ってはい、あれですね、水滴を落としただけです。美味しそう。もう眠ったいので、もう終わりたいと思います。今日もはい、後で後ほどいただきたいと思います。今日も見てくださってありがとうございました。あ、そうだ、ランキングをいつも読んでなくて、すっかりその文化を忘れてました。これ何位から読むものでしたっけ。ちょっとわからないんですけど、ショールームでランキング見て文化を忘れてまして、すいません、ね、いつも皆さん、あ、待って、ランキング読めないと思う。待って10位ヤシタンさん、11位マサアキさん、10位ロミオさん、19位ゴムタルさん、8位ケイスケイさん、7位オズブちゃん、6位ロボリンさん、5位ハマピーさん、4位ガロアさん、3位マサトウシーさん、2位シブゾウさん、1位クロちゃんさん、アットマクロタさん、ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、すごい。おやすみなさい。また明日公園で。バイバーイ。おやすみなさい。皆さんも早く休んでください。バイバーイ。スクショタイム。